なたはエスカレーターで片側を開けますか？ピオラジ18回目です。しばらくお休みをいただいていたんですけれども、っていうかお休みをいただくというよりやむを得ず休んでいたんですけれども、実はですね、先週はいろいろと出張とかあってバタバタ忙しかったのもあり、その合間にですねちょっと熱が出て寝てしまったこともあり、でこの今のご時世に熱がね出るっていうのはちょっといろいろと可能性を考えないといけないじゃないですか。ということでいろいろな事情を考え合わせた上で週末の合唱の本番を降板させていただくことになったりとかして、でお仕事をね自己都合でキャンセルすることって実は、私の人生の中でもすごく数が少なくて、しかも私この団体前回も降りてるんですね。ということでなんかちょっと気持ち的にガーンと落ち込んでしまって、アウトプットをするどころではなかったので、しばらく、ピオラジお休みしておりました。で、このご時世っていうことで新幹線に乗ってですね、京都駅まで行って、京都からまたちょっと乗り換えたところでお稽古があるということで、先週日帰りで一回京都に行ってきたんですけれども、その時にまず新幹線の駅まで私の自宅から行かなきゃいけないわけなんですが、今まではタクシーで行ったりとか夫に送ってもらったりしてたんですけれども、あまりにもタクシー代がかさむっていうのもあったりして、でまあお昼の辺鄙な時間だからそんなに混んでないかな下りだしと思って電車で移動したんですね。そしたらもう本当に私の記憶にはないぐらい皆さんマスクをしてなくて、でマスクをしてないだけじゃなくて明らかになんかこう痰が絡んだ何か悪い咳あなた絶対病気ですみたいな咳をしてる方に限ってね、またこれがマスクなさってないんですよ。でちょっと軽く手を口の前にかざしたりはするんですけど全然防げてないって感じで、でなのでその人が咳をするたびにその人の周りから人がどんどん離れていくんですよね。そうするとその人はなんかそれを感じてですね、ちょっとその無言の圧力みたいなのを感じるんですかね、こうなんだおめえみたいな感じで睨んだりするんですよ。なんかそれはあなたの咳のせいです、マスクしてくださいって心で思ってたんですけれども、話しかけてまたこっち向いて何か吹きかけられても嫌なので黙って離れていたりしました。ということでなんかこうその危険な咳の何かが漂っている車中に何回かいたりしたこともあって、熱が出た時にああもしかしてもらったかもしれないというようなことを考えるともうガーンこんなに気をつけてるのにって思ってね、がっかりしてしまったわけです。それでまあ私たち本番で歌う時にはマスクを外して舞台に並ぶので、もし万一私が熱が下がっていても軽く済んでいただけで、自分がまだそのウイルスを持っていたらどうしようと思いまして、それでまあもうね仲間を危険にさらすわけにはいかないと思って、もう泣く泣く降板を決めたわけなんですよ。それでしばらく数日夫婦で家にこもって様子を見て、それでまあ病院の先生とも電話で相談をしたりして、それでまあですねなんとかこれ4日ぐらい経てば何も症状がぶり返してこなければ大丈夫なんじゃないかという結論に達したので家にいたんです。それでまあ昨日ですね久しぶりに外に出まして、で新旧に通っているので私定期的に
久しぶりに針に行ってきました。でその帰りに大きな駅のそばにある鍼灸院なので夕ご飯の買い物をして、でそこからですね、地下デパ地下ですよね、から表に出るときにエスカレーターに乗ったんですよね。そうするとこう皆さんピシッと左側によって右側が空いてるんですよ。でその片側乗りっていうのは機械にも負担をかけてしまうし、あとその右側を開けておくことによってそこを歩いたり走ったりする人がぶつかったりとかする危険性もあるので、よくないからやめましょうっていう話がだいぶ前から出てると思うんですけれども、時々ね、私は勇気を持ってど真ん中に立ってみたりするんですけど、でこうなんか後ろにみたいな感じで立たれても聞こえないふりとかするんですが、まあ時々ね、めんどくさくなっちゃって長いものに巻かれて左側に立ったりしているんですね。こういう決まりはね、皆さん何の罰則がなくても守るんですよね。だけどマスクとかは明らかにお得なことしかないと私は思うんですが、義務じゃないですって言われた途端に皆さん外しちゃったりとかするじゃないですか。でその守る守らないの境目ってどこにあるのかなってちょっと昨日は考えてしまいました。特にね、やっぱり今海外アーティストの方とかでもボンジョミさんとかもうコロナの後遺症で舞台に立てないっておっしゃってる方もいらっしゃるし、その新型コロナウイルスの怖いところって、最初の風邪っぽいところは軽く済んでもその後ずっとこう体内で悪いことをし続けるっていうところが怖いことだっていうのがここ3年ぐらいの研究で分かってきたところなのに、自由になったから、自由だからっていうね理由で皆さん暑いしとか顔に跡つくしとかなんかいろいろこう、自分の都合のいい理由を考えてマスクしなくなっちゃうのはすごい残念なことだなって私は考えてます。自由っていうか、考えは人それぞれで自由ですとかよく言うじゃないですか。だけどそれは何かこう物事が A と B の可能性があってどっちを取ってもいいよみたいな話であって、例えば100度の水、お湯ですね、熱湯を手にかけたらやけどをするとか、そういうのってもう考えることとかじゃなくて事実だと私は思うので、いや私はそんな100度の水を手にかけたからやけどするって誰が決めたんですかとかね、私はそうは思いませんとか言っても、普通の人はお湯がかかりそうになったら逃げると思うんです。だから私はこのマスクをするしないの問題っていうのはどちらかというとそっちの問題なんじゃないかなって思っているので、マスク、たかがマスク、ちょっと人がいるときにお互いにつけてるだけで危険度がぐっと下がるんだったらいいじゃないって思ったりするわけです。で、まあね、久しぶりに会った人とかとちょっと遠く離れてるときとかご飯食べるときにパッとマスクを外した顔を見て、ああこの人こんな顔だったっけって思うことあるよねなんて話も先日知人としていて出たんですけれども、確かにこのマスクをするような生活になってから知り合った方とは顔の前面をね見る機会っていうのも減ってきて、で例えばお稽古
とかの時にはずっとマスクをしていて、私たちの場合で言いますと本番の日になって初めてマスクを外した顔を見て、おこの人の顔の下半分はこんな顔だったのかってびっくりすることも、まあ、ないとは言いません。なんだけどそれをまあ残念かもしれないけれども、でもそれでお互いの健康に少しね安心度が増すんだったらいいことじゃないって言って、でじゃあ昔はもうすごい平安時代とかですかね、なんか顔を見られるっていうことはもうすごい男女関係の間では1段階も2段階も進んだ、あ顔見られてしまったみたいなことだった時代があったように、これからはじゃあ服を脱ぐ前にマスクを外して顔を見るっていう新たなドキドキポイントが設置されたと思ったらすごい楽しくないですかとか友達に言いましたら、それは新しい前向きだって褒めてもらったんですけれども、でも何でしょうね、まあ例えばヨーロッパの方とかはその顔が隠れるっていうことを、まあ、とっても嫌がるっていう文化があったりするようで、もうね国によってはその宗教上の理由でベールで顔を覆っていることを禁止するみたいな国があったりもするようなんですけれども、でも日本人は結構前からね花粉症とかでマスクすることにそんなに抵抗はなかったと思うし、逆にですね、私が考えるにですよ、口の作り笑いって簡単なんですよ、にーってやればできる。だけど目は結構作り笑い、目だけで作り笑いって難しいんですよね。だから目は口ほどに物を言いって言うので、私は目が隠れていないければ表情だって結構読み取れるのにって思っています。というわけで、私はね今でもがっちりと4層とか5層のしっかりと防御力の高いマスクをつけて頑張って外出する毎日です。今ねちょっと気温が上がってきたり、これから梅雨時になって蒸し暑くなってきますけれども、それでもやっぱり健康とか、あとその後遺症でいろいろな不自由なことが出るよりは、それぐらい蒸し暑いぐらいいいじゃないって思ってるので、ぜひね皆さんも、あとマスクの形によっても全然息苦しさって違うなっていうのは私の、この3年ちょっとの知見であるので、ちょっと生地が厚めで形がこう固めのものをするとちゃんとこう口の前に空間ができるので、息吸ってもこうペコペコしないようなマスクですとそれほど苦しくなくね歌も歌ったりできますよっていうことはお伝えしたいです。ということでピオラジ18回目、あなたはエスカレーターを片側で立ちますか、というかまあメインはマスクですね。あなたはマスクをつけて外出しますかっていうお話でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。お相手は池田香織でした。